幅ですけれど、これから1泊します。1000円で1泊できます。何をわけのわからないことを言ってるんだと思うと思いますが、列車に1泊することになります。ムーンライト長良号に1泊します。同じようなフレーズを繰り返すと視聴者にはインパクトを与えることができるらしいので、ちょっと試してみました。本日は12月の23日、天皇陛下お誕生日おめでとうございます。青春18切符を使って東京方面、東京へご旅行という方多いと思いますが、そのような方が活用できるのがこの青春18切符を使った折り返し宿泊方法です。私はもっと多くの列車、多くの区間ですることができたんですが、日本でおそらく最後でできる手法だと思います。まず手元には12月23日のハンコが入った青春18切符があります。つまり今日中は乗り続けることができます。そして明日も青春18切符を利用します。つまりここに明日の日付12月24日のハンコもまた押される予定になっています。つまり今日も明日も JR の普通列車に限り、全ての列車は乗り放題ということになっているわけです。そういった時、座席指定の列車には、つまり座席指定券を用意するだけで乗れますから、そしてここに手元、その座席指定券も用意をしてあるわけですけれど、23時36分発、快速、ムーンライト長良、大垣行きです。まず1枚目、ちょっとね、東京から乗る予定だったんですが、変更になりまして、横浜から乗ることにしたら東京から貼ってますけど、東京発、静岡行き、ムーンライト長良号の指定券、そして静岡折り返し1時55分発、東京行き、つまり静岡で7分でムーンライト長良号を折り返すことができます。昔国鉄の時代に急行列車、夜行の急行列車というのが走っておりまして、寝台車じゃありませんよ、座席が備わっていたわけですが、そしてまたもう一つ、周遊券というものがありました。例えば北海道の全てが乗り放題とか、東北地方の全てが乗り放題、福島県以北が乗り放題とか、そういった切符が多数だったわけです。その周遊券というのは急行列車乗り放題でした。それを組み合わせるとどういうことになるかというと、夜行の急行列車にももちろん乗り放題なわけですから、じゃあ夜行の急行列車にそのフリーの範囲の中で乗って、そして途中の駅適当なところで折り返して、例えば青森から急行八甲田号に乗って郡山まで来て、郡山からまた折り返しの列車に乗って青森へ帰ると、翌朝まで列車の中で一夜明かすことができる、そういうふうな考え方で、多くの人たちが別に用もないのに列車に乗って往復往復ということをやっておりました。特に有名なのは夜行急行大雪で、例えば札幌駅から上川の駅まで行って、旭川のちょっと東側なわけですけど、そして上川でちょうど反対側の列車がやってくるから、それに乗ってまた折り返し札幌に戻るとか、急行列車マリモ号は新徳駅で上下の列車が折り返し行き違うことになっていたので、札幌から乗って新徳でまた乗って反対側にまた戻るとか、そういったことをやる人が多かったわけです。それは伝説となっていましたが、現在ではもうほとんど存在することはないやり方だと言われています。ただ実は残っている最後の一つの組み合わせとして、下り東京発東京へ戻るムーンライト長良号の折り返しルートが残っておりまして、座席指定券を用意してさえいれば、つまり1泊1040円で泊まることができるというわけです。もっともこれを宿泊というふうに考えるのかどうかは分かりませんが、ちゃんと暖房の効いた暖かいところで一夜を明かすことができます。ただしもちろん車内販売も自動販売機もありませんので、実はさっきからずっと思ってたんですけど、ちょっとね、飲み物を買っとかないと明日の朝まで辛いかなと今思っているところです。列車の入線を移したいな。あんまりお客さん乗ってませんね。この先の小田原からも乗ってくるんですけどね、小田原じゃない、踊り子のね、15、そう、踊り子の14編成の乗車口で待ってればいいんで、私8号車だからこっちだな。あれ、行き過ぎた、行き過ぎ、まあ大丈夫。ご乗車ありがとうございました。横浜駅を時間通りの出発、右側に並走しているのは横須賀線の普通列車です。この先ちょっとこの列車が先に行ってしまうんですが、少なくとも保土ヶ谷でもう一度ムーンライトながらが抜き返すことになるのは間違いありません。隣におかけだった方は視聴者の方だったのか、少なくとも私をご存知の方で、それは助かりました。なので撮影してもよろしいでしょうか、もちろん顔を映さないようにしますみたいなことを言って快諾いただきました。ありがとうございます。あとでツイッターでメッセージまでいただきました。というのはやっぱり夜行列車なんでね、ビデオカメラを回す、しかも座席の夜行列車ですから、っていうのはちょっと周りの方からするとね、抵抗ある方だと思いますんで、こういう風に許可を取りやすい方が横にお座りだったのは幸運です。車掌さんの案内もこの夜の落ち着いた列車の雰囲気にふさわしいような声です。
さて今回 OM 編成というんですが、普段ムーンライトながらに入らないようなタイプの車両が入ってまして、多分ねあんまりこういうのないと思うんですけど、座席の下がこのようにくぼんでたんですね。このタイプの車両が入ってるの私は個人的に見たことがないんですが、これからは別にあり得ることではあると思います。この座席の下のくぼみというのはですね、ちょっとアップグレードされた車両の特徴でして、足を半歩分ですが前に伸ばせるのです。これは随分寝る姿勢に影響します。かなり助かる仕様の列車がやってきてくれました。青春18切符をご利用の方は小田原までの乗車券と青春18切符をご用意ください。そういうふうに検察の車掌さんがおっしゃっていました。熱海まであと2時間、1時48分の到着です。到着の4分前に音の鳴らないようにして目覚ましをセットしておきました。それは熱海って言ったかもしれません、静岡ですね。静岡で折り返し時間は7分です。ところでこの本日の寝方ですが、ムーンライトながら号現在夜の明かりを消すことはしませんので、マフラーをこのように顔に巻いて、そして就寝。途中車掌さんが検察においでになって18切符に判子をしてくださいました。静岡到着4分前の目覚ましでむにゃむにゃと目覚めまして、そのまますぐに到着しました。途中一切目覚めることはありませんでした。この日は結構疲れていたからです。むしろね、本当に到着の直前で目覚めたっていう感じで、いや危うく折り過ごすところだったんですが大丈夫でした。今まで自分の乗ってきたムーンライト長良号がいよいよ出発しようというところで、東京行きムーンライト長良が到着します、そういう案内がなされています。このようにして静岡駅で非常に運よくといいますか、ムーンライト長良号が東京方面から来て、そして静岡からまた東京方面行きのムーンライト長良がそのまま反対方向にすぐにやってくるというダイヤになっていますので、青春18切符を2日分そのまま連続で利用するという予定の人は実質1040円で列車で夜を明かすことができるというわけです。10両編成の長良号、大垣行きが向こうへやっていく、それと同時に奥からまた東京行きの10両編成長良号がやってくるのが見えます。長良号同士のすれ違い、いつも静岡駅のだいたいあの辺りで見ることができるようです。私も今まで何度か見たことがありました。それほど待つことはありませんでした。すぐに反対側にやってきます。静岡駅での乗り降りというのは結構長良号はあるんですよね。意外とね、驚くことに静岡の需要が大きいんですよ。静岡から青春18切符を利用してお出かけという方もいらっしゃいますから、そういった方にとっては本当に都合のいい列車ですよね。午前0時を過ぎてすぐにやってくる始発列車という使い方でしょうか。今度は8号車17番の A 席。本日は12月の24日になりました。クリスマスイブです。車内は寝静まっているようで別にいませんでした。皆さん結構普通に起きているようですね。ムライト長良号で寝るっていうつもりはそもそもないのかな。皆さんむしろ下手に寝ようとして頑張るよりもその方がいいのかもしれません。随分モーターの音が高らかに上がります。これが180号系電車の特徴です。でも列車の中は結構静かなんですけどね、デッキはさすがにうるさいと思います。さてまたこれからしばらく足を伸ばすことができなくなりますから、ちょっとこの辺りでストレッチをしておくことにしました。窓側ですんでね。ところが車内に入ってみますと通路側に人はいませんでした。やっぱりさっきと同じようにね、長良号って隣の人がなんかいないことが結構あるんですよね。だから、ね、2回に1回か3回に1回くらいの割合でこういうことがあります。一番後ろの席だったのも幸運なこと、リクライニングは倒し放題、さっきも前回に倒させてもらってましたけどね。また今回もこのようにマフラーを目のところに覆って、そして眠ることにします。ただし今回は足の下のくぼみがある車両ではありませんでした。で普通ないんですよね。でね、本当にあの足の下のくぼみは結構重要でして、静岡へ行くときにはかなりよく眠れたんですが、帰りはちょっと足を伸ばせないな伸ばせないなと随分苦労してまして、あんまり深くは熟睡できなかったような気がします。とはいえ列車の中随分暖房がしっかりと効いていてね、窓側の方がちょっと寒いんですけれど、それでも十分な快適性とは言えないか、少なくとも気温に関しては悪くなかったと思います。モーターの音がこんな感じ、床の下から響いてきます。これに耐えられて、あとはなんだろうな、夜行バスのような振動はないからね。夜行バスより私は寝やすいんじゃないかと思いますが、あと明るさの問題から、それはうまく皆さんご自身で工夫されるといいと思います。
で窓枠に持たれるのもそうなんですが、通路側に人がいない場合このようなことができます。誰もいないからといって横の肘掛けを上げてね、そのまま横に寝そべるのはいかがなものかと思いますが、こういうふうにリクライニングされていない通路側の座席に持たれるというのが一番寝やすいと思います。この駅は途中沼津から富士かどっちか分かんないんですけど、途中しばらく止まっていた駅がありまして、貨物列車に何本も何本も追い抜かれていました。ムーンライトナガロ号って結構貨物列車に追い抜かれるダイヤになってるんですよね。夜の東海道の主役が貨物列車であるのだということを改めて感じさせられます。3本ぐらい抜かれたような気がします。2本だったかな。浜松でもよく抜かれてましたね。ドアが閉まりまして引き続きの発車。これ以降目は覚めませんでした。次に目が覚めたのは横浜ぐらいだったかな。まあ目は覚めたっちゃ覚めたんですけど、結構ね帰りの方が苦労しましたね。寝られたら寝られたけど、この日多分眠った時間は合計4時間半ぐらいかな。乗車時間は全て足すと、6時間ほどになりますが、そのうち眠っていない時間が2時間ほどあったということでしょうか。夜の東海道なかなかいいスピードで走ります。こうやって見ていただくと分かると思うんですけど、本当乗車率がそんな高くないんですよね。なんかこう切符を買ってキャンセルしないような人がいるのか、それとも一人で2席使おうという不届き者が結構たくさんいるのか、どういうことなのか私は分かりませんけれどね。ちなみにムーンライト長良号の指定券を私は十々打ちで購入したことはありません。毎度毎度キャンセルを拾っています。朝の目覚めの放送が始まりました。熱海で交代された JR 東日本の車掌さんが帰りもまた熱海からお乗りでした。帰りは検察がなかったんですけど、帰りもまた検察を受けたらちょっと面白かったですね。こいつまた乗ってるよ思われたかもしれないし、そんな乗客の一人を覚えることはないのかもしれません。でもブルートレインの車掌さんはね、お客さんの顔を覚えるって昔言ってましたよ。外は随分寒いので行きはそうはならなかったんですが、窓は随分曇っています。しかもこの部分は戸袋状になっていて窓は二重なので、この曇りを逃そうということもできません。列車は一旦横浜に到着。私は結局もう一度横浜に戻ることにしましたが、それでもまだちょっと時間が早すぎますので、まだ4時40分ぐらいですから、こんなに早くいる方はないと、また一旦東京に行くことにしたわけです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京、上りのムーンライト長良号は品川にも停車しますが、品川に泊まるときは私は全然気づきませんでした。この列車は東京駅に到着いたしますと回送列車となります。引き続きのご利用、ご乗車にはなれませんのでご注意ください。東京駅からの乗り換えのご案内をいたします。さてそれではもう観念して起きることにします。お茶の水をお確かめください。通過中の駅は新橋です。ムーンライト長良号をご利用くださいましてまことにありがとうございました。終点の東京に到着いたします。お出口は左側です。北鉄時代からの伝統の車内チャイム鉄道消化を聞くことができました。これも朝の目覚めもバッチリです。ムーンライト長良号の幕回しを多くの鉄道マニアの人たちが映していました。そしてこの東京からさっきも言ったように私は結局横浜に戻りますので、もう一度東海道線に乗って逆方向で折り返すことになります。東海道線東京駅の始発列車 321M 列車です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。昔はこちらがかつてのムーンライト長良を担当していた371系だったんですけど、失礼、373系だったんですけどね。2012年ぐらいにその373系の東京乗り入れ運用も終わりました。5時20分に列車は発車。そして横浜までもう一眠りと行きましたが、およそ25分で横浜に到着します。
昔はね、この東京5時20分発が静岡行きだったんですが、現在は沼津止まりとなっていました。それではこんなところ、東京から6時間、東京じゃない、前日の夜、横浜出て6時間と10分でもう一度戻ってきました。まあ、はっきり言って、それよりもでもね、いくら18切符持ってても、ネットカフェのフラット席みたいなところに泊まった方が快適だと思いますけど、こういうやり方もあるというご紹介でした。ありがとうございました。